うしお TV。 今140、これで7ゲームですけど、大きく滑らないことよ。もう時間的な問題もありますんでね、ここで大きく削られちゃうと挽回するだけの時間がないよっていうねことになりますんで。ただまあハマりらしいハマりがある700ダンボラの1回だけなんで、どっかでもう一発ぐらいそこそこのやつ食らうんじゃないかなっていう気がするんだけど。いやー、さまた300来たな、ね、スコーンって一気に出そうな雰囲気は漂うんだけど、ちょっとねやっぱ伸びきれないっていうかね、伸ばしきれないっていうか、まあまあなかなかどうしてね、楽な展開とは言いにくい内容だよね。いやー、ビッグのでかい、よしよしよし、いやーちょっとヒヤッとした。結論さっきもっていうか、一山目も700ハマリの後から始まったからね、この後だよね問題は。これがいいきっかけになってくれるといいんだけど。いやー、ここは早いの来なきゃいけなかったんじゃねえのか。170ゲームになっちゃった。ちょっと2連続ハマリはほんと勘弁よ。331、右5左3ね。いやー、あと30分ちょいなんですけど、いや、一ハマりで殺されるまであんな、これ。91、もうビッグよ、ビッグよ、頼むよ、頼むぞ、 OK。 もう一発ビッグ引ければ勝ち確。これリーチ目だったか。29やりました。ビッグなら勝ち確。7、右寄り、10の9で150分の1。あー、もう一声なんだけどね。今100ゲーム以内に2発結果ね、最後の最後であるかもね。一山100以内に2連っていうのがね、意外とありようでなかったから。おっ、26、ちょっと来てるぜこれ。 OK、 よし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 、ほぼピーク。これで勝ちは確定しました、ね、やりました。もう最後大詰めなんでね、引いた分だけプラスが乗っかってきますんでね、1回でも2回でもできればビッグをかぶせてフィニッシュね。
はい、280ゲーム最後ちょっとはまっちゃったけどね。もう一山欲しかった。設定は良かったと思います。終了で、はい、830枚、勝ちました。で、ちょっと店内見とこうかと思うんですけど、マイジャグがね、やっぱなんかちょっと様子おかしいんですよね。ほら、13の21、20の15、ね、しかもみんな100分の1ぐらいだからね、17の16、15の12、で12の11ってこれも100分の1ぐらいだよね。ほら、これ8の17、11の6、これ全6とかやってるのかもしれないよ、もしかして。8の16、16の12、すごいよね。マイザク3全6なんじゃないか。ほら、アイムもいいよ、ほら。5-5 とかも。いや、でね、ね、でちょっと稼働してるとみんなこんな感じなんですよ。もう6の9で88分の1とか。こっちのマイジャグもこんなだもんね。ね、15の13で115とかね。すごいよね、なんか。それで花も、ちょっとね、レギュラーにだいぶ寄っちゃってる台が今日多いんですよ。6の9、俺の台が11の9でしょ、から13の13で、これなんかもう5の12までいっちゃってるもん。ただこういうの多分あるよ、当たり方的にも。でちょっと稼働してる台がね、こうやって10の8で95分の1とかね。俺は今日はやってましたね。納得、納得です。はい、ようやく勝ちました。投資がですね、564枚で、回収がまあ830枚なんで、まあちょっとなんですけど、ここまで相当苦労してきましたんで、大きな一歩を踏み出せたと思うことにします。で、まあ、一応内容振り返ってみると、出し切れなかったですよね。あれ多分2000枚ぐらい流さなきゃいけない台だったんじゃないかなと。悪いところ一つもなかったんで、っていう意味ではやっぱまだね、なんだろうな、波に乗れてないと言いますか、2000枚でしたよね、あの台ね。で、まあ、今日他のジャグラー方面しかり、花々方面しかりですね、今日多分誰でも勝てる日だと思うんで、っていう中で830枚ってじゃあどうなのっていうところはあるんですけど、ただそんな状況でも僕負けてきてますんでね。いや、久しぶりに勝ててよかったです。足りないけどね、今までの失ってきたものを顧みるに全然足らないけども、こういう状況で打ってると場合によっては勝ちがもう止まらなくなったりみたいなこともあるんですよ、こういうお店って。だからきっかけ一つだと思うんで、たかが300枚ジャグのプラスなんですけども、ここからね25連勝ぐらいするかもしれませんので、この状況はね、やっぱり生かさない手はありませんよ。26日また来月来ますけど、ちょっとね、花々法も入りましたし、で他の前回出なかったからと思うんですけど、結構ね、なんかそのドラゴンであったりとかクイーンだったりとかってとかまだ空いてるんですよ。で埋まってる台、動いてる台に限っていい回数上がってるんですよね。まあ、さっきちょっとピーピングしましたけど、なんで、まあ、ジャグラー方面しかりなんですけど、花々方面選択の余地がまだ今日なんか見てる限りだとありそうな感じなんで、まあ、次どうなってるか分かんないですけど、朝から場合によっちゃお客さんいっぱいとかね、味しめた人たち来ますから、
今日ぐらいの感じだったらまあ負けないんじゃないかという手応えは感じました。でまあそうね、お客さんの流れ的にやっぱね、朝はジャグラー方面の方が馬の早いんで、特にもう前ジャグなんかも回転万代みたいな流れになっちゃってるんですよね。なんでまあその辺、まあ抽選の番号次第っていうところもあるんですけど、まあ今日せっかくあの花でいい結果出ました、いい結果とは言わないけどね、ちょっと勝ちましたんで、次回取れれば一回マイジャグやってみるのもいいかもしれないですけどね。マイジャグ行ってからでも花間に合うんじゃないかっていうね、方法は多分無理だけど、まあ、っていうちょっとねプランをせっかく勝ちましたんで、ここからちょっとねやっぱ練習していかないと、今まで失ったも帰ってきませんから、うん、ちょっとねいろいろプランを練りながらですね、また次回、まあ、結局花花がジャグラー打つんですけど、やっていこうと思います。久しぶり。そうですね、もしお店の方ご覧になっていただけたら、うん、花花鳳凰ドラゴンやめましょう。角付近がいいかな。ね、って言って僕椅子は座りませんから僕は、はい、もし見てたらですね、角とかね、あと鳳凰ドラゴン、まあ、マイジャグは多分もう言わなくても多分やるんでしょうけど、あたりがいいかな、うん、てか今30杯お願いします、言っておきます。また4月26日頑張ります。